はい。今日はですね、コンポの、動作検証の方を行っていきます。こちらの方はヤフオクで、購入した、商品で、ケンウンと RK521 ということで、まあ、そこそこ、私の中では新しい方のコンポになります。こちらの方の、動作は、まあ、基本的には通電も、するということですが、 CD を、動作させると、まあ、音楽が途切れるとか、まあ、そういった現象があるということで、まあ、ジャンク品になっていました。まあ、それ以外についてはおそらく、まあ、予想ですが問題ないのかなということで、まあ、これはもしかしたら直せるかもしれないということで、ジャンクで購入いたしました。はい。で、一旦ですね、こちらの方、開けていきたいと思います。それでは開封の儀。はい、これですね。うん、あ、はい、こちらコンポと、お、綺麗な、このように綺麗に梱包されているのですごい安心できます。はい。こちらの方は前にもちょっと修理動画上げたことがあるんですが、ここのタッチパネル、ちょっと開けていきます。こちらの方ですね、ここがタッチパネルになっていて、結構ここがひ弱になっています。まあ、これの後継種かちょっとわからないですけど、前にここがボタン式になっているのを見たことがあって、おそらくこの接点方式のこのタッチセンサーを、これがちょっと不評とか、まあ、修理が多かったとか、まあ、そういった改良がなされてここがボタン化したんじゃないかなというので、まあ、これの型番違いでボタンのやつがありました。まあ、この機械においてはここは特に説明何もなかったので問題ないのかなと。まあ、おそらくこの CD、 こちらの方が音飛びするということがメインでしたので、まあ、そちらの方ですね、検証していきたいと思います。順調な時は話す、順調な時は話すことが多いんですけど、不調になりましたら口数が減るので申し訳ないんですが、映像のみとなってしまうことがあります。欲しい黒やで、欲しい、え、欲しい黒、それいやー、あかんかなちょっとあれ、あ、ええわ、これか一旦スピーカーの、線をつけていきます。はい。それでは CD の方を実際聞いていきたいと思います。まずは、電源の方を入れてみます。はい。今通電の方ができてるんで赤く出てますね。で、電源オン。はい。ノーディスク。あ、素晴らしく綺麗ですね。で、 CD を入れます。で、再生です。当たりや。どうもこちらの方ですね、CD の音飛びしていると、まあ、ジャンクで売られていたんですけど、まあ、私の方ちょっと CD を入れて聞いて、これをこう揺さぶったりとか してるんですけど、全然なんていうんですか、音切れも音飛びもなく使えてるので、もしかしたら出品者の方がチェックした時は CD が悪かった可能性があります。
ラッキーだったかなというところですね。見た感じ、全然すごく綺麗で状態もよく、まあちょっとスピーカーに若干の線があるぐらいで、後ろも綺麗ですし、まあちょっとこちらの方ですね、まあちょっとしか見てないので、まだどんな不具合があるかわからないっていうところで、またiPod ドックとかでラジオとか、まあその辺ですね、チェックしていきたいと思います。まあちょっと今やってもいいかなというところで、じゃあ今ちょっとやっていきます。はい、まあ、iPod のドックもちゃんと認識しましたので、こちらの方も問題ないかなと。じゃあ USB を挿して再生できるか、こちらの方 USB を挿して、で USB と、で再生、はい、大丈夫ですね。ということで USB とこの、iPod ドックは問題なかったです。で次に、LINE IN から音楽が鳴るかやってみます。こちらですね、iPod USB、 これですね。このね、 iPod のこのこれがどうもきっちり刺さないと音が鳴らないので、これですね、大丈夫ですね。はい、この AUX も大丈夫でした。次は AD オーディオですね、大丈夫です。うん、あとはあれですね、ラジオ、はい、FM も大丈夫です。次 AM が、あ、いけますな。はい、いけました。まあ一旦ですね、まあ1時間ぐらいは、まあ、CD をちょっと再生しながら、念には念を入れて、再生し続けて問題が出ないか、チェックしたいと思います。はい、本日は特に何も触ることなく、修理もすることもなく、このまま使えるということが分かりましたので、まあ、これが一番ベストですね。ヤフオクで購入した甲斐があったかなというのがこの瞬間だと思います。まあ修理は修理で、やっぱりその動画のネタとしても使えますし、まあいいんですけど、やはり感動品っていうものがこういう形で手に入るっていうところが、やはりヤフオクの魅力なのかな。実際、まあ、こうやって使えると分かっていながらも、まあ、分かってるというか、まあ、こうやって使ってて実際には不具合があって、後から見つかったとか、まあ、そういうこともあるかもしれないので、まあ、念には念を入れて、まあ、CD を再生したりとか、まあ、長時間再生したりして最終チェックをして、まあそれからどうしようかなというところですね。まあ、まあ基本的には場所の問題っていうのがあって、まあ奥さんのコンポになるか、まあ2階の、寝室のコンポにするか、まあその辺ですね、吟味して、これからこれをどうするか
っていうのを決めていきたいなと思います。はい、まあ、本日の動画はこういった形で何もなく面白くなくすいません。次回ですね、また面白い動画をなるべく上げていきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。